はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。昨日の動画ご覧いただきましたでしょうか。そう、アポロチョコレートを100箱買って逆さアポロなるものを探すっていう企画だったんですけど、さあどうかな。まあ結果から言うとなかったんですよ。100箱買って約3300粒入ってたんだけど、一つも逆さアポロがなかったんです。で、その動画を上げた後に、ツイッターやね、動画のコメント欄で、逆さアポロありました、見つけましたよ。いや、現在は製造されてないらしいですよ。この二つの意見が来たわけです。どっちやねん。で、結局インターネット上の情報だけでは、真相がわからないわけですよ。ということで、今回、もう僕、セイキン、自ら調べようと思います。普段ね、まあこういうことあまりやらないんですが、僕、セイキンが直接明治さんに電話をして、逆さアポロチョコレート今作ってるんですかっていうことを聞いてみたいと思います。そうすればね、完璧な真相がつかめると思うんですよね。それでは行きましょう。はい、こちらの問い合わせフォームに電話します。別にクレームとかじゃないですからね。普通に質問をするだけです。あ、お忙しいところすみません。ちょっとですね、メイさんが販売しているアポロチョコレートについて伺いたくてお電話差し上げたんですけども、大したことじゃないんですけど、アポロチョコレートに、こう、逆さになった、逆さアポロっていうのがあるっていうことを、ちょっと知ったんですけれども、はい。はい。ああ、なるほど。手作り用ってことですね。ああ、ははは。はい。まあその情報が確かかはちょっとわからないんですけど、そのごく稀にその普通のアポロチョコレートの箱の中に、まあレアじゃないですけど、そういう感じで時々製造してたっていうことをちょっと伺ったんですが、まあそれが本当なのかどうなのかで、現在やってるのかどうかっていうことをちょっと伺いたくてすいません。あ、大丈夫です。はい。今担当者に確認しますということですね。あ、はい。はい。はい。ああ、じゃあ昔の画像とかそういうことなんですかね。そうすると。ああ、そういうことなんですね。じゃあ、本社の方では現在はまあ製造していないと。現在はまあ製造していないと。いうことなんですね。ああ、そうなんですね。ああ、なるほど。他のタイプで、いちごアポロがちょっと入ってるやつとかってないんでしたっけ？筒状のパッケージになってるやつなんですけど、あ、ジャンボっていうんですかね。はい。そうです、そうです。筒状のもので、その中に例えばレアのいちご型が入ってるみたいなこともちょっと聞いたんですけど、それは、はい。あ、今はやられてないってことですね。今はやられてないってことですね。なるほど、なるほど。じゃあ基本的に今レアじゃなくて、そういうご当地品は作ってるけども、レアアイテムは特に今製造してないという状態ということですね。レアアイテムは特に今製造してないという状態ということですね。あ、なるほど。じゃあカールの方ではやってるってことですね。そういったこと。はい。はあ、ははあ、今後、例えば、このチョコレートの方で、そういう試みをするとかいう予定は今のところはないっていうことですかね。あ、そうなんですよ。結構そういうの集めてて、実はですね、昨日100箱買ったんですよ、アポロを。そうなんですよ。探そうと思って、好きで買ったんですけど。入ってなかったもんで。いえいえ、とんでもないです。はい。あ、わかりました。はい。いえいえ、とんでもございません。はい。まあ、わかってよかったです。はい。はい。いえ、とんでもございません。はい。わかりました。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。はい、ご丁寧にありがとうございます。はい、じゃあこれで大丈夫ですので、はい、ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、ということで今ね、実際に明治さんの方に問い合わせをしてみたんですけど、まずね、対応が素晴らしい。忙しい中ね、本当にすごく丁寧に答えていただきました。では結果発表です。逆さアポロは現在製造されておりません。で、今問い合わせた結果なんですけど、昔は製造してたそうです。だから確かにあったんですよ、逆さアポロというものが。で、何年前っていうのはちょっと分かんなかったんですけど、結構昔はやってたと。で、レアアイテムとして時々逆さになったアポロを入れてたみたいです。ただ今現在は、そういった試みはしていないということでした。明治さんで作ってるチョコレート製品でそういったシークレットアイテムを入れてることはないということでしたね。ただご丁寧に教えてくれたのが、他の製品でカールってあるじゃないですか。テイキン TV で前やったんですけど、見つからなかったカール、あれは
シークレット入れてるみたいです。これ現在でもやってるってことでしたね。今後そういったシークレットを作る予定はありますかってことを聞いたんですけど、今のところはそういった予定はないということでしたね。やってほしいけどね。で、僕から聞いたわけじゃないんですけど、教えてくれたのは手作りキットってのがあるので、それだと逆転のアポロを作ることが可能ですということを教えてくれました。むしろ最初ね、その手作りのキットの方のことではないでしょうかっていうことを言われたんですよ。いやいや違います、普通のアポロに入っているやつを探してるんですってことを言ったら、昔は作ってたんですが今は作ってないって、まあそういうことですね。ということで、この昨日の100箱は何だったんでしょうか。あのね、電話口で100箱買ったんですけどって言ったら、それは大変申し訳ございませんって言ってくれてましたね。もちろん何もメイジさん悪くないんですよ。僕が勝手に100箱買って入ってるやつってやったんで、別に僕が悪いんですけど、でも本当に素晴らしい対応でしたね。さすがだなと思いました。で、そのまあ電話口の方はね、多分カスタマーサポートの専門の方なんで、そこまで詳しい情報知らなかったんですけど、わざわざ担当の方を呼んでそっちの方に確認をしてくれて今回の回答をいただきました。明治さん、ありがとうございます。まあね、今作ってないってことだから、まあしょうがないね。まあせっかくね、こんなアポロチョコがあるので、今日これを使ってホットアポロチョコレートを作りましょう。はい、今ミルク温めてきました。作り方は簡単ですよ。このホットミルクの中にアポロチョコを入れるだけです。いきまーす。はい。どんぐらい入れようかね。いっぱいあるからね。どんぐらいかな。あとは溶かして完成。あー、もうちょっと入れようかな。ちょっと追加。はい、せっかくね、いっぱいあるから、もう濃いめの味付けで濃厚に。うわー、なんかすごい美味しそうだけど。うわー、はい、こんな感じでほんのりチョコレート色になりましたね。それでは、いただきます。おー、いい香り。うまーい。うまー、これ。あ、これ最高じゃん。うん、あの、すごく美味しいココアなんですけど、ほんのりいちご風味。これは飲むアポロですね。いや、アポロって飲み物にしても美味しいんですね。はい、ということなんですが、今日はね、真相がつかめてよかったです。まだね、ちょっと寒い日なんかあると思うんで、そういう時はこのホットアポロチョコレート非常におすすめです。それではまた次回の聖剣 TV でお会いしましょう。 See you next time!